グラッパ大好き、サドレオです。ワインを作った残りがで作ります。頑張れ。かわいい。わっ。いや、やっぱ怖い。いや、やっぱ怖い。怖いよ。絶対に怖いって。怖い、確かに。ちょっと、ね、杖当たったら痛いじゃんか。もうちょっと、ちょっと投げて。痛いよ。振って、一回振ってみよう。はい、当たるかもしれない。痛いじゃないから、振れるよ。どっか飛んでっちゃった。今頃多分めっちゃ探されてんだよ。当たったけどファールだから0点。あ、そこはね、じゃんけんで一人だけ商店街を渡す。パシリ出たよ、パシリだよ。また、はい、こういう時に最年長とかね、年長組は行かなくていいはずなんだけど。そうなんだ、ね、たまには最年少たちでやったらいいよね。うっせえな。こういうことですね。とりあえずね、やりましょうよ、じゃんけんが多い。多いかも。多いかもしれないですね、もしかしたら。残せよ、誰か。おい、おい。一人寝てんぞ、しかも。ガチで。尾瀬高等学校は珍しい尽くしな高校です。よっしゃ。よっしゃじゃねえよ。公立公園の名前が入った高校で、自然環境科では毎月山登りしたり、尾瀬に行って自然の研究しています。めっちゃかっこいいじゃん。ね。寝起きで言うね。今日朝早かったからね。ケジ役のサノレデです。元気ですか？大っ嫌いで、でも食べさせてくれたら食べちゃうみたいな。あ、彼女の願いなら。はい、新しい顔でほら、食パンマン顔変えねえから。ちょっくださいよ、ちょっとレオ食べたいんで。レオ食べたいんで。あんかけ一緒にしてください。レオあんかけ、ちょっとレオあんかけめっちゃ好きだから。じゃあ、あんしてあげてください。知ってんじゃねえよ。かわいい。サイズ感もちょうどいいしね。なんかね、なんか左手で持てるから、右手でこう。何事も。最年少なら最年